本当におめでとう、ね、おめでとう。ちっちゃな、ね、家族、まあ家族でもないけど、本当にちっちゃな群れで、今日、イエス・キリストの復活を祝います。今日の福音は面白いね。今日、復活の日であるのに、やっぱりイエス・キリストご自身、復活されたキリスト自身が現れていない。出てこないの、この福音には。珍しいね。もちろん、ちょっとしたらね、この福音、まだ読んだら、やっぱり、マルダのマリアがね、外にまだ戻って会う、キリストに会うけど、今日、教会はキリストの姿を、今日の朝のミサのために出さない。不思議なと思ってますね。いや、不思議じゃないと私が思いますね。トマスにもね、今日の一週間後、でしょ、復活の日の一週間後、キリストがトマスのためにまだ、ね、裁判、最後の晩餐の家に戻っていたんですね。そして、目で見えないものが信じたら幸いである。もの、なんかイエス・キリストご自身その肉を見なくても信じ始めた人は幸いと。そのギリシャ語のこと。今日も同じことです。ね、そのもう一人の弟子が一回なんかついて何を見た？空っぽの、墓。そして、マヌーノがね、そちらに畳んでいたんですね。で、ペテロがね、信仰を、なんか、告白するの中心と言いましょうか。キリストに任命されたけど、やっぱり裏切った。キリストを裏切った。そのペテロが、そちらに入って、同じことを見て、信じた。けど、まだ理解しなかったと書いてある。ちょっと微妙。ちょっと、なんか、何ですか、これ。いや、これは、私たちの毎日の戦いです。マグダラのマリアもね、墓に着くと、やっぱりイエス・キリストの死体がないと、一番最初に考えたのは何ですか？誰かが運んだ。私たちもそうでしょ。いろんな出来事の前で一番最初の考え方は何ですか？人間的な考え方。何かのね、の理由でこれが起こられた。もしかしたら本当です。実際にイエス・キリストも誰かに運ばれたけど、御父に運ばれたということをまだ分かってなかった。御父に復活されたということもまだ分からなかった。私たちも何回も何回も、苦しみの時にも良いことの時にも、やっぱり一方ではすぐ神様がなさった技、神様が計らってくださったことをすぐ、考えにくい、歩まなければならない。信仰の中に歩まなければならない。もしかしたら私たちの長い歴史の中ではまだまだ何かのことはまだ神様の技として認めていないかもわからない。でも、私たちはそちらまで導かれています。だから復活の日は最初だけです。スタートだけです。すべてが終わったわけないという、今日の福音はそれを、そのメッセージを伝えてくれます。これから、だから50日間の間に、私たちはその復活を祝う。けど、それだけでもない。死ぬまで私たちが歩まなければならない。死ぬまで私たちがいろんな状態には、わからないことがあり、でも不思議なこともある。で、その中に、少しずつ少しずつもっと強い信仰を持って、神の技、キリストの勝利を見出すように招かれています。いつも教会と共に。これ面白いね。この若い、もしかしたら若い、ヨハンネか、もう一人のね、愛された弟子がね、ペトロよりも早かった。けど、ペトロを待っていた。これはものすごく大切なこと。どこにもね、日本では多いんですけれども、特に、まあ、ね、なんか、教会なしの信者。つまり、まあなんかキリスト教が面白い、感動する、聖母マリアとかなどね。で、教会に近づき、国境寄りをして洗礼を受けてけど、教会、この交わり、この、なんかね、兄弟、共同体を知らない。で、きっと、
私たちもしてますよね。多くの人が。きっと何か怒られたら何かの十字架が現れた時には、の信仰が消えちゃう。なんで？信仰は一人のことではない。もちろん、信じるのは私。けど、教会の中では。だから、いつもペテロを待つ。信じるために、ペテロを待つ。ペテロが、もちろん、親医師、死亡者、牧者。けど、それだけじゃなくて、カテキスタ、神父とか、けど、それだけ、司教とか、それだけじゃなくて、兄弟。彼が、教会の中心、教会のイメージ。だから、いつも、みんなに代わって彼がキリストに答えるでしょ。けど、みんなのため。だから、みんなと一緒に墓に入り、キリストがいないと信じ始めるように、私たちが招かれています。考えてください。今日私が、昨日もね、昨日の、感謝祭にも同じことを強く考えました。この具体的な共同体なしに、私は、どこにいる？私の信仰は、ね、触れの泣いた時には、危機に入った時には、ものすごく弱くされた時には、兄弟がいなければ、集まりがなければ、一人で耐えられない。できない。一人は、マグダラとマリア、のマリアと一緒。マグダラのマリアは、イエス・キリストに出会った時には、最初はもう人間的な解釈、誰かが運んだ。そしてキリストに出会って同じことでしょ？その、寺の人なの、その庭の人と思った。けど、マリアと呼ばれた時にはキリストであるということを分かった。で、キリストは何を言った？触らないで。私を自分のものにしないでという意味。兄弟に行きなさい。面白いえ。共同体に行きなさい。あなたの、なんか、個人的な経験はみんなのためである。そして彼女が、なんか、部屋に戻った時には、ペテロも、他の兄弟も、私たちも見たと言います。私の人生に、ね、経験しているキリストの復活は、私のものですけれども、あなたも、自分の人生に同じキリスト、復活されたキリストに出会う。みんな、支えられる。私のことだけじゃなくて、私の幻、私のなんかの変な考え方、私の夢ではない。彼らも、彼も、彼女も。だから、兄弟の中には、やっぱり、いろんな試練があり、いろんな難しさがある、いろんな問題、いろんな苦しみ、いろんな病気、いろんな、ね。すべてにおいてキリストが計らってくださる。私のため。ないと、もう、本当に、ボケる。だから、ほとんどの宗教はそういうものとなるね。あとで、本当に、大きな問題の前に、足りないんです。自分の力しかないから。しかし、私たちはこの場で、精霊が下り、そして本当に、人間的な考え方から、信仰の考え方。その信仰に基づいた解釈、すべてを見ることによって、すべてを、見ることができます。判断することができます。だから絶望しない。苦しむのは苦しむ。骨が掘ったら、信仰があるから痛くないわけない。痛い。けどそれによっても、なんとか謙遜になる。なんとか主人に、なんか、頼まなければならない。自分が何でもできると思ったところでは、やっぱり相手に支えられないと何もできない。例えばね、信仰の目で。信仰の目がなかったら、これもある。もう文句でしょ。たくさんの人が文句ばっかり。違う？同じ状態。でしょ？でも、私たちが信仰のことがあったからですが、この苦しみは四旬節と同じ。信仰。みんな一緒。だから喜んで、この復活を喜びましょう。感動することではない。感動しても、感動しなくても、あんまり。でも、本当の喜びはこれです。何ですか？本当の喜びは何ですか？毎日の自生活に入ること。本当の喜び。その中にはキリストの計らい、キリストの存在、キリストの復活を経験することです。